いやー、モンテスすごいから、3番に置いた方がええんとちゃう？ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていてください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、少しモンテス選手とですね、坂本選手の打順を入れ替えた方がええんちゃうかなっていうようなお話をさせていただこうかなというふうに思います。先日ね、ヘルナンデス選手は怪我したじゃないですか。で、3番誰打つのみたいなお話あったじゃないですか。で、僕も動画内で、モンテスを3番にした方がいいんじゃないかっていうようなお話をさせていただきました。ただ、阿部監督はですね、やはり、ヘルナンデスの代わりはいないと。ただ、代わりがいるとするならば、経験のある、あれだけヒットの打ってる坂本しかいないよというようなお話がありまして、ヘルナンデスが、怪我してからですね、坂本選手が3番に入ってるんですね。で、全然それは、いいことだと思いますし、全然ね、すごいバッターですから、全然いいんですけども、先日のね、昨日の試合を見てると、ちょっとね、打撃の状態悪いなっていうところがあって、まあ今日ちょっとそれに関してお話したいのと、改めてね、阿部監督、モンテス3番にした方がええんちゃうのっていう僕の意見を述べさせていただこうかなっていうふうに思ってます。はい、まずなんですけど、坂本選手今年ね、あまりこう状態がね、上がりきらないっていうところがありますと。で、まあいろんな要因が僕あると思うんですけども、ここ最近のね、試合見てると、少し速いボール、ストレートに対して差し込まれる、場面っていうのが結構多いんじゃないかなっていうふうに思います。もともと坂本選手ってまっすぐにめちゃくちゃ強い選手なんですね。で、まっすぐをね、しっかり弾き返して、で、変化球とかを結構こう泳ぎながら打つっていうね、ところがすごく上手い選手。あと内角を打ったりとかするのもすごく上手い選手だったんですよ。で、もともとまあ上手いんですけども、今年に関して言えばストレートに対してちょっとこう振り遅れてるというか、まあ昨日のね、試合でもそうでしたけども、少しね、やっぱりこう、差し込まれて、まあ、変化球を意識しているのか、それはどうかちょっとわからないですけども、やっぱりストレートをある程度弾いていけないと、やっぱりこうきついと思うんですね。ストレートを弾いていかないと、もっとストレートで攻めてこられますし、逆にストレートを弾けてるとですね、ストレート投げにくいなっていう風な感じになってきて、じゃあ変化球で勝負しようかってなって、変化球がボールになる可能性が高くなって、またカウントがね、打者有利に進んでって、じゃあもうここでもうまっすぐ行くしかないかっていうところで、まっすぐを弾けてるんで、いいカウントでまっすぐをまた弾けるっていうところが、いいサイクル生まれてくるんですね。だから、やっぱりある程度やっぱストレート早い、そのピッチャーの持ってるストレート、一番早いボールに対して、ある程度やっぱりこうアジャストというか、対応していかないと、やっぱこねくり回されるというか、やっぱりこうセリーグにおいて、やはり変化球が多いという、傾向があってね。うん、ストレート弾けてないと、よりこねくり回されるというか、変化球で、意識させられて、まっすぐドーン行かれたりとかするんで、やっぱりこう、ストレートをまず弾けるっていうのは、いいバッターの条件、第一条件なんですね。うん。で、それを坂本選手はずっと長年できてたんですけども、今年に関して言えば、あまりできてないというか、ここ最近においてね、ちょっと前まで、弾けてるなっていうところはあったんですけど、またね、弾けなくなってきてるんで、そういったところで僕の意見としては、坂本さん今6、3番にいますけども、6番に置いた方がいいんちゃうかなっていうふうに思います。うん。で、成績見てっても、やっぱり79試合で2割3分2、4ホームラン、22打点。で、得点圏が1割8分1。で、OPS が578というふうになってます。まあ、本来から、するとですね、ほど遠い、成績かなというふうに思うんですけども、月別のね、成績見ていくとね、坂本選手、まあ、5月が今のところ一番良かったんですね。2割8分6厘で0ホームラン、5打点。で、OPS653 ってなってますと。で、今月、8月もですね、2割6分3厘、0ホームラン、3打点、OPS616 というところで、まあ5月に続いて、まあいいっちゃいいんですけど、でも、やはりね、3番打つっていうところで、まあ OPS616 やったらちょっときついんちゃうかなっていうふうに思うし、で、ホームランに関してもね、まだ4本しか打ってないっていうところもあるんで、非常に、長打力というところに関しても、まあ、この間ちょっと前、
の試合でですね、フェンスの手前の打球が結構多かったりとか、取られたりとかしてましたけども、ファインプレーに阻まれたりとか、いろいろありましたけども、少しね、そういったところで、うん、しっかりこう、最後の押し込みもそうですし、ストレートにアジャストできてないとかね、いうところは、非常に大きいところじゃないかなと思いますと。で、僕、モンテスを3番にした方がいいと思うんですね。で、今6番とか、昨日の試合だったら6番打ってると思うんですけど、で、モンテスが、もうすごいんですね、正直言うと。成績見ていくとね、14試合で3割2分5厘、0ホームラン7打点。で、得点圏が6割2分5厘。やばいね、これ。で、OPS が879というところで、897というところで、もうえげつない数字出してるんですね。で、モンテスも、やっぱりこう、外野に行きますというような、こともね、言いましたし、で、守備見てるとね、別にまあ、上手くはないけど、まあ、普通に無難にこなせるっていうのがあるんで、こっからもうレフトで使ってった方がいいんちゃうかなって、思いますし、こんだけ打ってくれたら、もう出さざるを得ないというか、うん。素晴らしいなと思いますと。で、モンテスが何が素晴らしいかって、やはり、狙い球しっかり打ってるんですよね。狙って打ってると。で、昨日の、ツーベースか、打ったやつもありましたけども、やはりボールカウントになって、相手は何で取ってくるのって。で、このカウントだったら、どこのコースに来やすいのって、もう完璧張ってるんですね。で、これ、昨日はツーシームかな打ったんだけど、やっぱりその投手の傾向とか、そのカウント球とか、この場面でやったら、ここのコースに来やすいとかっていうのをしっかり把握してね、打ってるんで、で、それに加えてね、打撃技術も高いっていうところで、非常に、いいバッターだなというふうに思いますし、僕の目は間違ってなかったなっていうふうに正直思いますと。で、やはり、スイングに関しても、まあ、低めを打つのが非常にうまいと。まあ、変化球もうまいというところで、僕がもしキャッチャーだったら、抑えるんだったら、もうインハイとか、高めをどんどん攻めていくしか、速い球でね、ないのかなっていうふうに思うので、まだ来たばっかりなんで、ね、データもあんまり集まってないんで、相手のね、チームっていうのは、どういうふうに対策を練ってくるかわからないですけども、もし僕がキャッチャーだったら、高めのまっすぐ、で、落ち球っていうね、ところだと思いますと。うん。で、4番のね、岡本選手もちょっと状態悪いじゃないですか。で、今、昨日の試合なんか見てると、坂本さんがダメで、打てなくて、で、岡本選手に、回ってきて、岡本選手もダメでっていうところが、ここ最近結構多いのかなと思ってて、で、まあいろいろあるんですけど、その、5番にね、大城さん状態いいじゃないですか。だから、岡本選手が、まあちょっと今状態微妙っていうところで、3番に今めちゃくちゃいいね、状態のモンテスを置くことによって、よりね、岡本選手の負担が減るというかね、モンテス、大城に挟んで、いい形でね、打席を迎えられるかなというふうに思うので、今ね、坂本さんがあんまり良くなくて、で、岡本選手もあんまり良くないから、ちょっと比重が高まってるというか、自分が何とかしなきゃっていう風なね、ところもあると思うので、そういったところで、調子のいいモンテスを置くことによって、モンテス、岡本、大城で3度してね、3度して、で、岡本選手にちょっとでもね、いい形で、打撃をね、打撃環境を整えるっていうところも含めて、僕はモンテスを今3番に置いた方が僕は絶対いいんちゃうかなって思うんですね。で、モンテスもね、正直、いつまでね、打つか分かんないです。やっぱり、ヘルナンデスもそうでしたけども、やっぱデータでね、しっかり出されて、打てないところ出されて、配球とかも対策されて、その通り投げられると、やはり、どんだけいいバッターでも、なかなか打つの難しいんですね。で、モンテスの場合、まだ情報がね、集まってないっていうのがあるんで、で、そういったところで、そこの、まあ、フィーバータイムじゃないけど、その、集まってない期間にね、打ってくれる方が絶対いいので、だからいい打順で、たくさん回して、チャンスでいっぱいね、回してね、それで返してもらってっていう方が、僕は、チームにとって貢献度は高いのかなと思うので、まあ、坂本さんがダメとか言うわけじゃないけども、坂本さんを一回6番に置いて、で、3番モンテス、4番岡本、5番大城、6番、坂本、っていう形でね、やっていく方が僕はいいんじゃないかなというふうに思うし、門脇選手とかもね、ちょっとずつ状態上がってきてますんで、そういったところで、下位打線がね、ちょっとこう、薄くなるかなっていうふうに思ってたんですけども、ここに来てね、上がってきてる選手もいる。で、浅野選手もね、昨日ホームラン打ちましたし、そういったところで、すごく、面白い、打線になるんちゃうかなと思いますし、6番で坂本さんを起用することによって、まあ少し気楽に、打席に立てると思いますし、うん、配球なんかもね、大城さんの次とか打たすことによって、読みやすかったり、左右違うので、そういったところで、いい循環が僕生まれるんちゃうかなと思ってて、まあ実績にね、こだわるというか、まあそのこんだけヒット打ってくれたから、もう坂本、隼人しかいないよねっていう考え方ももちろん一理あるんですけど、
今状態ね、せっかくモンテスがいいんで、その状態の良さを活用してじゃないけど、うん、3番に置いて、岡本選手を気楽に打席に向かうことができれば、もっと楽にジャイアンツ勝てるんじゃないかなっていう僕の提案でございました。はい、てな感じでですね、今日はですね、打順について見ていきました。で、まあ、坂本選手、ね、まあ、またここからね、上げてくれる、上げてきてくれると思うんですけども、でも現状今考えると、モンテスがすごくいいんで、今一番いいんで、ジャイアンツの中で一番いいんで、そこを、その打者を一番いい場所に置くというか、うん、チャンスが多い場所に、ま、置くっていうね、得点圏も6割2分5厘打ってるわけですから、その選手を、たくさん回して、いい場面で回して、いっぱい打席に立たせてっていう方が、僕は結果的にチームに貢献できるんじゃないかなというもので、このような提案をさせていただきました。はい、皆さんね、いろんな意見あると思いますし、僕の意見に賛成の方もいらっしゃれば、反対の方もいらっしゃると思うので、ぜひね、皆さんの意見を聞かせていただけると嬉しいです。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。